今回はチャオを12月刊コミックスの紹介をチャオ編集部の新人スパイイケシーにしてもらいたいと思います。呼ぶよ、イケシー、イケシー。かっこいい、イケシー。ちょっとスパイだから大事なことはこれで喋るっつーわけね。私が最新12月刊コミックス情報をこっそり入手してきましたのでお届けしたいと思います。ってノート持ってんのに喋ってる。喋るのね、これね。では大好評発売中のコミックスの7冊をご紹介します。はい、まずは女子小学生の初恋バイブル第13巻、舞田奈緒先生の12歳13巻特別です。何でも我慢してしまうしっかり者のゆい。ゆいがいつも無理しているのを知ってる檜山は、俺の前では大人ぶるなと怒ってくれます。だけどゆいのお父さんが倒れてしまって、過去たちの恋が始まる少し前の空と南のお話も収録。空が南にとは、こういう感じですよね。書き下ろしや番外編もたっぷり。12歳のピュアな恋や悩みを描いた JS の思春期バイブル第13巻です。うわ、欲しいこれ。ちょっとだけどイケシー、裏情報をゲットしたんだけど、なんか限定版も今回あるらしいじゃない？これ。なんで知ってるんですか？これは私が独自に入手した情報なんですけれども、うん、こちら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 。限定版も同時に発売するんです。わー、すごい。これちょっとイケシー、何がついてくるの？これはですね。うん、あ、ここ筆談ね。檜山&ゆいとカコ&ウサパンダのアクリルキーホルダー2個がついてくるんです。これだ、これだ。恋愛運と友情アップのモチーフとおまじないもついているので、12歳ファンのみんなは絶対に買い逃しないようにしてくださいね。これがついてくるんですって。続いてはこちら、愛することは信じること、野戸山先生話題作待望のメモリアル豪華版放課後エデン真相版メモリアルエディションです。おー、どんな話なの？転校先の寮に入った初日、くるみは荷物を運んでくれた学園の王子様京太郎を不審者扱いして投げ飛ばしてしまいます。お前にはもう近づかないと京太郎に言われてしまうくるみ。出会いが最悪だったために二人はギクシャク。しかし寮での生活を通してまっすぐに気持ちを伝えることのできるくるみに京太郎も次第に心を許していく。彼のことを、あ、そこ隠すのね。そこ大事だからね。と思う。この気持ちは何？なるほど。しかもこれちょっと見て、いつものコミックスよりちょっと分厚いんだよ、これ。豪華版です。豪華版ですからね。なんとこれは前回未収録の番外編も入ってますし、今回書き下ろした高校生編も入ってるんですね。カバーも全く新しい豪華版になってます。はい、楽しみです。ありがとうございます。続いては、にゃんとも可愛いにゃんコメディ、わがたこのみ先生の猫始めました。3巻です。にゃん。誰にも言えない秘密を持った猫、にゃお。実は中身は男子高校生。JK のちかちゃんの飼い猫として、今日も、明日も、そこ隠すの？めくるめく、スリリング&のんびりな猫ライフはさらにパワーアップ。デジタル誌&フラワーで配信された回やここでしか読めない書き下ろしも収録してます。やっぱこの表情がいいよね。もう中身チラッと見るだけで読みたくなっちゃう、ね、見せすぎ注意、見せすぎ注意ね。確かにね。みんな買ってね。はい、続いては、そしてそして、再び始まるピュアラブストーリー、佐々木一二三先生のタイムマシンがあっても乗らない一巻。いいタイトルだね。タイムマシンがあっても乗らない、私は乗ります。はっきり言うね。中学生のカナエは周囲からの二人って仲いいよねという言葉に後押しされ、同い年の大崎と付き合うようになります。でもいざ付き合ってみても恋人同士って何をするのかわからない。そうこうしてる間に自然消滅してしまったカナエと大崎、大崎のことが忘れられない、カナエはバレンタインの日にもう一度告白、うんうん、再び二人は付き合うようになるけれど好きな人にで伝えるにはどうしたらいいの？初めて手をつなぐとき、初めてデートをするとき、どうするのが正解なの？チャオデラックスで大人気のピュアな初恋ストーリーです。はい、これさ、表現のこの言葉がいいね。私には彼氏がいたってね。ちょっと切なさも伝わってくるけども、この佐々木先生のさ、いいね、このカラーのイラスト、これだけでもお部屋に飾りたくなるし、さらにそれで中身もね、気になるね。
言えないんです。気になるね、裏社会ではね。もう分かった分かった、裏社会では言えないでしょ。組織に潰されてしまう。そんなにでも本当にね、これね、初めての恋の魅力がたくさん詰まってますから、ぜひぜひ読んでみてください。はい、続いて、はい、謎解き姫の華麗な推理が冴える阿南真由紀先生の謎解き姫は名探偵、12巻です。次々に巻き起こる事件の数々、秘密めいた美少女謎解き姫が華麗に難事件解決に挑みます。主人公ひなみは本を読むのが大好きな女の子、うんうん、普段はおとなしいけれど、ひとたび事件が起きたらに変身。言ったよさっき。不思議な勘を持つ立花、パソコンが得意な梅くんと今日も抜群の推理力で事件を解決しちゃう。今回は長編ミステリーもたっぷり、ここでしか読めない書き下ろしも収録、大人気シリーズの12巻です。なかなか読み応えがやっぱありますよ。いつもね、読むたびにどうやってトリックできてるんだろうとか楽しみで読んじゃうもんね。これにはね、事件がいっぱい詰まってるから、ね、裏社会でもかなり重要な情報として扱われてますよ。これ参考にされてるんですね、裏社会でも。参考にされてます。へー、なるほど。これはね、やっぱりコミックスで読まないと楽しめないこのトリック解決、ぜひぜひ手に取って楽しんでください。はい、最後はこれ、普通な私が魔法の国のプリンセスに、青空チロル先生のおてんば姫に意地悪執事、15歳の誕生日にママから不思議なをもらって、うんうんうん、これの力で魔法の国へ行くと、ちょっぴり意地悪でやんちゃな男子のヒカルが、この人ね、実は魔法の国で執事をやっていて、気になる。魔法トラブがたっぷり詰まったチロルン特製ときめきマジカルファンタジー、兄弟作のほか、恋する魔界警察前編後編も収録です。はい、普段はこんなね、喧嘩してそうな2人ですけど、その2人がキラキラキラって、この変貌ぶりちょっと読んでみないとね。これはね、やっぱ買わないと今ここではちょっと喋れない、組織に潰されちゃうかもしれない。何回組織言うかね。でもね、この感じぜひぜひコミックスで楽しんでください。はい、ということで、あともう一個ね、ちょっとお伝えしたい情報があるんですけど、今回なんとコミックスにね、この帯がついてる神漫画祭っていうのをやってまして、この帯がついているのにはなんとじゃん、色紙が漏れなく入ってます。なので書店さんでこの帯がついてるかね、ついてる本ぜひぜひチェックしてみてください。ついてないのでもね、いろいろプレゼント企画とか満載ですので、ぜひそこは帯でチェックしてね。はい、というわけで、恋の秘密もたっぷり詰まったチャオコミックス12月巻、ぜひぜひみんなよろしくね。バイチャオーって、ここも書くんかい。チャオ公式 YouTube チャンネル、チャオチャンネルはチャオがますます楽しくなる映像を続々公開していくよ。ぜひチャンネル登録してね。